こんにちは、ユースアンバサダーの佐藤です。前回の動画で18歳になったらドナー登録をすると言ったので、今日はドナー登録をしに行きたいと思います。では行ってきます。すいません、自由番号のドナー登録をしたいのですが。はい、ありがとうございます。今日は献血ございませんか？献血も一緒にやりたい。はい、ありがとうございます。では登録用紙ご記入いただきますので、こちらにどうぞ。はい。登録には要件があります。パンフレットもしくはホームページをよく読んだ上で、登録申込書に必要事項を記入します。お体調の方に変わりないですね。変わりないです。お薬も見かかないですかね。でも登録されるようなところ何かありませんか？大丈夫ですね。気分変わりないです。大丈夫です。献血とドナー登録をしてみてどうでしたか？私はよく献血に行くのですが、いつもの献血の流れと同じような流れでできたので、とても簡単にできました。他の人にも伝えてみたいと思いましたか？はい、とても簡単にできるので、私の友人などにもぜひ進めたいなと思いました。